everyday moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。1月11日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。またまたこう全国的にですね、コロナがね、増えてきましたんでね、皆さんね、お気をつけください。今日、王子のね、マスクはですね、鬼滅の刃っぽくね、ちょっと柄物つけてますけどね、王子は、いつものように元気もりもりでございます。はい。やっぱり、元気を維持するためには、食べ物だということで、ラジオネームらしく、味噌煮込みうどんを30分前まで食べてました。味噌煮込みスキーと、ですね、昨日、おとといですね、おとといなんですけども、愛知県常滑市にある某、倉庫型スーパーに行ったんですけども、ここでですね、ソフトクリームを食べたんですね。で、新しいフレーバーだったんですけども、というふうに思ったダンサーでございます。新しいなって思ったんだ。ルビーチョコレート風味だった。だったんですけど、でしたね。ルビーチョコレートってなんだろうね。はい。はい。こんな3人がお届けします。今週のテーマは宇宙。今週のテーマは宇宙です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya。kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは中村聖佳さんの中村盛隆さんになります。22時13分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の朱里饅頭、那覇朱里中村聖佳、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、沖縄の紅芋丸焼き、本部町誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。ですね、これまだ、あれですね、先週のフリーのテーマで来ています。はい。はい、ラジオネーム、R&K のパパさんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ダンサーさん、ミソニさん、トゥルントゥルンと滑る、自覚のない王子、リスナーさん、こんばんは。俺、滑ってないもん。自覚とかじゃないですね。ほら、自覚ない。お黙り。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お正月休みはゆっくりと過ごせましたか？私は、昨日まで休みをのんびり過ごしております。ごめんなさい。先週ね。はい、先週ですね。はい、今年の目標、希望として、リスナーとして沖縄に行きたいと思っておりますが、オミクロン株の流行で、先行き不安になっております。マスクをしないで安心して、沖縄に行きたいなと思っています。皆様、今年の目標って何かありますか？ということでございます。目標、は、ありますよ。あれ？何？ちょっとこれ他の ラジオ番組でも投稿したんですけども、はい、物をなくさないということですね。
本当ですよね、年末に通帳なくして大騒ぎ。はい、あ、それでも大事ですね。物をなくさないですね。なんか常になんか探してるから、いつも。はい、旅行に行くと大変ですよ。そうかね、王子ね、はい、あの、これは今始まったことではございませんけどね、はい、置いたものをどこに置いたかすぐ忘れちゃうっていうね。なくすってことですか？なくさ、いや、どこに置いてきたか忘れるんだよね。忘れるんですね。わかるわかる、わかります。それをね、ずっと気をつけてるんですけども、うん、つい先日もですね、はい、王子がちょっと公務をね、しようかなと思ったんですけども、大事な、こう雨が降っても大丈夫な、こう、荷物をね、カバーするシートをいつも使ったんですけども、はい、年末いつの間にかなくなっててですね、はい、これは大変って、どんだけ考えてもね、はい、思い出せなくてね、はい、最後は王子が使ったよって言われましてね、はい、ちょっとね、心傷つきましたね。え、結局出てきたの？出てきてないです。あれ？どこ行ったんだろう？それが全然わからないんです。やっぱ物をなくすってことですね。ね、そう、まあ、それはなくしたですね。はい、だからよくね、忘れちゃうんだね。じゃあ、あれですね、3人とも物をなくさないようにしないといけないですね。はい、これ、もしかしたら、ちょっとした、老化現象？いや、どうなんだろう。でも、性分じゃないのかな。ああ、そういうことね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、先週のテーマでいきますね。はい。葛飾の陳さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。昨年は、キユ名古屋を聞き始めた年になりました。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらこそ。お願いいたします。最近の年末年始といえば、大晦日に実家に帰り、正月三が日は、おいっ子めいっ子と遊んでいます。今年は人生ゲームや桃鉄などやたらとすごろくばかりやっていました。桃鉄ではかなり大人気、あ、間違えた。かなり大人げない手を使って勝ったりしつつ。うん、大人げない手ってなんだろうね。ね社会の厳しさを伝えたつもりになっています。あと、お正月グルメとして、おせち、お雑煮、お刺身、そして今年はおでんなどをつついてました。うん、お三方さんはどのような年越しをされましたでしょうか。おせちとか何か特色のあるお正月グルメの話も聞きたいですっていうことです。あ、はい、まあですね、まあ、一通りそのお正月ものはね、いただきましたけどもね。お正月もの、はい、まあ、だからといってこう素晴らしいっていうあれではなく、まあ、ごく一般家庭のものをね、献上していただきましたんでね。献上、うん、ですね。献上していただきましたんでね。なるほど。うん、別にそのね、高級クラブで出てくるような、そういうものは食べておりません。うん、おだまり。高級クラブで出てくれたものって何？なんかあれね、うん、仕出し屋さんとかさ、そういうところでこう、ね、かなりお金使って、振る舞うみたいなんですけど、一度もまあそういう経験はございませんので、はい、うん、何が出てくるかは知らないんですけど、ね。結局、なんかもやっとしてる。よくわかんないです。もやっとしてる。だから王子はわからないんですよ。ただ、小川力持ちさんが王子の先行き不安ですね、って。え？これいつもと変わらずで、安泰じゃないですか？葛飾の陳さんがね、はい、大人げない手っていうのは、よくわかってない甥っ子にボンビをなすりつけたり、あ、桃鉄のね、ボンビをなすりつけたりとかって。ああ。まあ、手加減ね、するとあれかな、それこそね、先ほどの人生のね、うん、厳しさを教えるという、うん、まあ、その分ね、お年玉をね、弾んであげればね、大丈夫だと思いますんでね。あ、そう、あんつばさんがね、はい、マスクについてね、はい、ネイビー柄じゃないのって、鬼滅柄じゃないってことを言ってんだよね、多分。まあ、多分そうでしょうね。ネイビー柄だよって。なんか水のこう、技があるじゃないですか。うん、でそれっぽくこう思ったんですけど、うん、ちょっと違いましたね。アーランド県のポポさん、王子マスク色物と一緒に洗っちゃったんですかってやっぱり聞いてる。いや、これも僕のこういう柄で、ちょっとこうね、遠くから見ていただいてもね、うん、あ、王子ってわかるかなと思って。そうか。おだまり。あら。はい。カープボーイさんが、今週のテーマの宇宙のテーマで、先週の木曜日、キャンさんが宇宙の話で しか知ったけど、今週もあるのかなと。あ、今週も宇宙の話かなって言ってるね、木曜日ね。宇宙といえば、セイントセイヤかな。僕はアンドロメダの春が好きだった。セイントセイヤって分かります？分かる。名前は聞いたことある。うん。なんか分かるんですけど。中身があんまりよく分からないんですよ、ね。あんまり見てなかったですね。そう、そうなんですよ。車田先生の作品はですね、セイントセイヤじゃなくて、私はリングにかけろとか、そっちの世代なんですね。西町の久高聖也なんですけど。あ、その聖也さんいましたね。
なるほど。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらもフリーでいただいております。はい。こちらはですね、はい。ダンサーさん、みそにさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは。そして皆様、明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。これはシュープリームさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。12月30日、猛吹雪の中、雪山を降り、年末年始を都内の自宅で過ごし、アマプラで、アマプラって何？アマプラ？うん。アマプラで海外ドラマを一気見して、駅伝を見たりしながら。アマプラ？うん。アマプラ？うん。アマプラって書いてありますよ。本当だ。アメーバプラスかな。ああ、はい、の略ですね。はい。はい。駅伝を見たりしながら、くっちゃね、高ぶりしてる。くっちゃね、飲んじゃねして、お腹が一回り成長したような。まあ、なりますね。美味しいものいただいて飲んでるとね。アマゾンプライムですか？アメーバプラスかなと思います。すいませんでした。そんなこんなで吉川を感じ、今日は新しく買おうと思っている一眼レフとスノボを物色しに、新宿や神田あたりを散歩がてらブラブラしていきました。途中、秋葉原駅にある新業態の餃子の王将で誘惑に負けてしまい、糖質補給をしてしまいました。なんか新しいスタイルで出てくるんですかね。なんかそうなんですかね。スタジオのお三方はどんな年末年始をお過ごし、過ごされましたか。あ、王子、北京オリンピックが開幕しますが、今年も金メダル級の滑りを楽しみにしています。あのね、まあ、これを言うならですね、私、まあ、選手としてではなくしてですね、この IOC の会長レベルでございますんで、うん、それをこう皆様のそういう滑りをね、ちょっと見物させていただきたいなって思っておりますけどね。はい、ということでですね、はい、もうお時間となりましたので、の、はい、CM の後は電話ゲストコーナーです。はい。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 アギジャ美容院、整備士になりたい人、整備士学校に通う人、返金不要の奨学金、月額1万円を最大2年間支給。トリプルエイトが整備士奨学金を開始。まずはトリプルエイト名古屋でホームページをチェック。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花。
キャンパスレコードにて絶賛発売中。キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日はスポンサーさんであります中村製菓の、中村森隆さんになります。こんばんは。こんばんは。どうもご無沙汰しております。どうもじゃあまず簡単に自己紹介の方お願いいたします。はい、創業64年とこのラジオでもね CM を結構流していただいている中村製菓の、何ですかね、製造の方に携わっております中村森隆と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、製造だけではないと思うんですけども、はい、接客もされてますよね。はい、まあ、手が出るね。そういえばですね、昨日までが、無知で、はい、無知でお忙しかったかと思うんですけども、今年はどうでしたか？ですね、今年、ちょっと、実は不安になったんですよ。はい、やっぱコロナということで、はい、外出がちょっと渋ってるんじゃないかとか、はい、今ね、オミクロンとか、はい、その辺でまた緊急事態みたいな感じになってるんで、ちょっと萎縮されたら怖いなと思ってたんですけど、はい、たくさんの方に、ここのは美味しいからねって言っていただいて、ありがとうございます。買いに来ていただいても、はい、本当に用意した分全部なくなっちゃった。ああ、よかったですね。はい、で、ちょっとですね、まあ、沖縄の皆さんもこういったムーチーのことはもうよくご存知かと思うんですけども、まあ、この放送は県外でも流れておりますので、ムーチーってどういったものかっていうのをちょっとだけ教えていただいていいですか？ですね、ムーチーはまあ、沖縄の昔話がありまして、はい、まあ、それに登場するお菓子なんですが、はい、まあ、お菓子自体はですね、月桃の葉っぱで黒糖だったり白だったりのお餅を包んで蒸し上げたものなんですが、はい、まあ、これが古くから魔除けの効果があるとか、うん、お子さんが元気に育つとか、そういう意味合いで召し上がられることが多いお餅ですね。あ、はい。まあ、私もムーチー大好きでして。ありがとうございます。本当に、もう紅芋も好きですし、黒糖も好きですし、何でもいただいてるんですけども、本当、はい、お店とか、あと家庭によって、本当ムーチーって変わりますよね。そうですね。ご家庭で作るのが、なんだかんだ一番いいんじゃないかなって思う人では実はあるんですけど、はい、家族でね、ムーチーを作ったっていう経験が大人になってからもなんか懐かしくなってもしますし、受け継がれていくものって多分あると思うんですよ、家庭で。はい、僕らの作ってるムーチーは僕らの技を入れて作ってるんで、うん、確かに美味しくはあるんですが、やっぱご家庭の味っていうのもやっぱいいですからね。はい、そうですね。うん。で、そのムーチーをですね、いつもですね、はい、この人、独占で食べてしまう人がいますので、変わります。はい、ご無沙汰しております。味噌煮込みスキーです。どうも、こんばんは。はい、こんばんは。久しぶりです。ご無沙汰します。ムーチーも大好きですけれどもね。実はね、クリスマスのシーズンはね、ケーキもあったということで。はい、ありがとうございます。はい、クリスマスケーキ、いただきましたよ。ジャーマンケーキをお買い上げいただきまして、もう本当に。はい、もうなんかありがたいなーって気持ちがもうすごくて。いやー、またね、ムーチーも沖縄ならではですけれども、うん、ジャーマンケーキもね、はい、愛知県には売ってないので、ね、やはり沖縄に行ったら食べたくなりますね。そうですね、ジャーマンケーキってなんでこんなに沖縄が主流なんでしょうね。ねえ、ですね、なんかココナッツのね、またね、味がちょっと南国を思わせるような感じで。はい、ねえ、あれがまた美味しいんですけれどもね。ありがとうございます。ただ、ジャーマンケーキはね、いつも置いてあるわけじゃないっていうことですよね。そうですね。意外とうちはちょっと、なんか材料を厳選してるっていうと、なんか、ちょっと
高いどこか目線になっちゃうんですけど、ちょっとこれが手に入る時期っていうのがちょっといろいろいくつかありまして、それが揃った時だけ作る形になります、ね。そうですね。じゃあ、常に店頭にはないということで、またね、ジャーマンケーキは、予約して、ね、店頭に、ね、お店の方にね、足を運んでいただけるといいですよね。そうですね。予約いただくのが一番、そうですね。安全ですかね。はい。ね、これからはね、やはり、お出かけも少なくなりますからね、ご家庭で楽しむというのもまたいいですよね。そうですね。これからの、ですね、お店のおすすめっていうのは、何でしょうか。あ、いいこと聞いてくださいました。もう言いたくて言いたくて仕方ないです。そうだったんですね。ですね、実は、うちの名物のお菓子で、いちご大福っていうのがありまして。あ、はい。はい。うちのいちご大福って、まあ、ちょっと見た目も変わってるんですけど、すごいファンの方がたくさんついていらっしゃるんですよね。はい。まあそんなに、まあ私、まあこういうこと言うのはなんですけど、そんなに安くはないお菓子ではあると思うんですが、お客さんによっては一人で20個、30個って買っていかれて、周りに配られたりを、楽しみいただいたりっていう形で、まあ出してもすぐになくなってしまうっていうお菓子なんですが、それが実は先週から、ついに始まりまして、はい。あ、そうなんですね。いちごが。で、いいですね、ちょっと今、はい、いちごの方が切らしてまして、多分来週から再び復活っていう形になると思うんですが、はい、中村製菓のですね、いちご大福。うん、そう。もうぜひ、私寄りの際は、食べたいですね。で、そのいちご大福とはですね、全く釣り合わない男が今真ん中にいますので。はい。お久しぶりです。お久しぶりです。で、今のね、いちご大福のね、はい、話を聞きましたね、はい、一つピンときたんですね。うん、まあ、できることなら、まあ、まあ、期間限定ぐらいでですね、はい、王子大福をね、一応考案していただきたいなって、こう、オファーを出してみたいなと思うんですけども。ふざけるな、なんか、今のところ中、ね、中身は何にしようかなって全然まだね、考えていませんけどもね、はい。この、なんか一つ面白いね、王子大福って何って言われるようなね、そうですね、そういうようなものをね、ちょっとパチさんにね、オファーをかけたいと思っております。おだまり、おだまり。今のところね、いろんなオファー出してますけども、100% の確率で全部ボツになってますので。お引き取りください。今年に入ってからはね、何か一ついいことがないかなと思って。お引き取りください。ちょっと今、ピンって思い浮かんだのがあるんで、はい、今度、ちょっと、もし実際にできて、はい、形になりましたら、報告入れますね。あら、あら、うん、こんな嬉しいことございませんよ。王子大福って。だって、まず響きがいいじゃないですか。中村さん、この話に乗っかるんですか？乗っかります。え？滑りまでつけると、なんかもう、旧名古屋もね、もう長いんで特定されていますけど、王子大福でとどめれば、もう素敵じゃないですか、ただ。でしょ、いや、でもこれ王子じゃなくて、最近卵と言われてるんですけども。ああ、卵、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい、なんかそっち方面でもちょっと考えましょうね。今ですね、アンツバさん、ツイキャスで、滑り大福っていうふうに聞かれたんですけど。滑り大福だとちょっと、でも、滑り大福も響き面白いっすよね。で、葛飾の陳さん、ツイキャスで、中村さん、巻き込まれ事故に遭いますよ。いや、本当に今思って。まあね、大丈夫、雪が降らないからね、路面が凍結しないんで、まあ、ワンチャンあるんじゃないかな。あ、でもね、もう雪が降ったって大騒ぎになった時あったじゃないですか。あ、でもあれっすよ、本当にパラパラ、埃かなぐらいのあれですよ。これは、ちょっといいんですか、本当に。今ね、こう、おちゃらけなしで、こう、はい、オファーをね、お願いしてますんでね。だからね、はい、王子でとどめてるでしょ。この王子大福、なんか響きやっぱりね。はい、いいっすよ。自分なりにいいなと思っちゃって。マスクマンさんのイメージで作って、で、名前を王子大福にして、っていう形ですよね。ありがとうございます。ちょっと、今、ありがとうございます。本当に、1、2個アイデアパンって浮かんでるんで、ちょっと考えてみます。やってみます。いや、本当に怪我しない程度で。はい。これはね、旧名古屋とね、中村製菓さんのね、はい、コラボでございますよ。コラボって。はい。いや、コラボってもう、いやー、チャレンジャーですね、ほんと。いや、面白いことはね、何でも挑戦していかないとね、ダメなんですよ。
いや、そういうところいいんですけど、ちょっと一つ気になるのは、このね、うん、隣の男が、うん、まあ、図に乗るんじゃないかなと思ったんですけども。うん。どんだけでもね。それはいかんっすね。あの、あれですよ。できたらできたなりにね、全部食べちゃいますよ。うん。ふざけるな、それぐらいのね、意気込みでね、お願い申し上げます。あ、おかちかもちさんがね、はい、王子大福だったら僕買うかもって、青森からコメントいただいております。青森から。ありがとう、りなかったね。ああ、いいっすね。もう、でも本当に今、王子大福ってちょっとなんかピーンって来たんで。ほら、ちょっと面白そうですね。はい。ぜひですね、その王子大福、もしですね、試作ができましたら、ぜひまた教えていただければと思います。はい、その時にはまたゲストで、ちょっと説明の方、はい、ぜひ。はい。ということになりまして、お時間となりました。はい。電話番号か、場所か、何かね、そうですね。お知ったけでもね。はい。ですね、ユイレールの首里駅から徒歩3分、鳥堀の交差点から徒歩1分30秒ぐらいのところにあります。ちょうどですね、琉球銀行、首里支店の向かいにあります、中村聖華さんです。電話番号の方が、09、これでいいんですかね、この098-884-5901、はい、こちらでよろしいんですよね。はい、はい、こちらまでぜひ、ご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。じゃ本日のゲストは中村聖華の中村、森坂さんになります。なりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いしますね。はい。キユナゴヤ。はい、宇宙のテーマでメール紹介します。名越マナーさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。宇宙は星もお月様も太陽も大好きです。そしてもっと知りたいのは宇宙の星ですね。今見ている私たちに届く星の光も何億光年前の光を考えると宇宙の神秘を感じますね。私は晴れた夜は空だけ見て歩くので、たまに転んだり、犬の糞を踏んづけたりしますが、誰にも平等で見られる空が大好きです。なので、最近は空活しています。今年も素敵な空の写真を写していきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、エンディングでーす。はい、はい、はい。来週のテーマはお守り、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 はい、来週のテーマはお守りになります。また宇宙のメールも引き続き紹介していきます。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要名古屋トリプル A と陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、沖縄の紅芋丸焼き元部長誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージャーの花、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。